テレ東ビズ。東京都は25日、防災会議を開き、首都直下地震などによる被害想定を10年ぶりに見直し公表しました。この被害想定の結果を踏まえまして、東京の総力を挙げての防災に取り組んでまいります。戦略的に対策を講じていくことが大切であります。都心南部でマグニチュード 7.3 の直下型地震が発生した場合、都内の死者は最大でおよそ6100人で、10年前の想定のおよそ9600人から減少しました。また揺れや火災による建物被害もおよそ19万4400棟と、10年前の30万4300棟から減少すると推計しました。住宅の耐震化や木造住宅密集地域の不燃化の対策が進んだことが要因で、被害を3割から4割軽減できるとしています。地震部会長の平田直氏、東京大学名誉教授は、この10年間耐震化や不燃化がの取り組みが進んだことによって、被害は3割ないし4割少なくなっております。また都民一人一人においても、この想定で示した災害リスクや発災後の被害要素を直視し、防災意識のさらなる向上を図っていただければと考えております。